なんかみんなからすっげえメールと LINE 来てたんだけどさ、なんか俺の実家が特定されたみたいな。俺見たんだよ。全然違う家なんだけど大丈夫なの？逆に。全く実家じゃないんだけど。あれどういうルートであれを探し出してきたの？なんか消しづれえなと思って、あれどういうルートで探し出してきたの？うちのババアの名前なんかも全然違えしさ。てなんか俺だけじゃなくてね、みんなバラされたみたいな。そこ実家ってことにしといていいか？ちょっと消さないでおいてくれ。逆にそれから俺は一切責任取らないかな。うちの親父突してもうちの親父出てこねえからな。本当に真偽確かめたやつは突してみろ。うちの親父そこにいねえからな、間違いなく。本当に違えからな、マジで。じゃあなんかいっぱい、なんかネイルさんとかさ、みどりさんとかもいっぱいなんか特定されたみたいな。で、わかんない、それが本当かどうか聞いてないけど、逆に。じゃあメール来てて、うんこちゃんこと加藤純一の父の作業場のところ読んだ？うんこちゃんこと加藤純一の父の作業場、ローン払えず保証協会に大弁済されてるんだって。うち持ち家なんだけど、なんだローンって。ローン組んでねえぞ。うちの親父が自分で建てたんだぞ。自分の材木を建てて。自宅は父祖父名義だったけど税金滞納差し押さえ、祖父死亡後に祖父持ち分は祖母加藤〇〇、父他4人に相続も、住宅ローンが払えずに競売にかけられる。なんとかさんが購入し、シャークこと加藤なんとかさんが買い戻してますね。住み続けられてよかった、シャーク頑張ったね。とんでもねえことになってんな、うち。なんなんだこの情報は。いやでもなんかね、これ何なんだこれ。なんか紙みたいなのに、ブワーって書いたんだよ。これ何なのこれ。いや違う、妄想とかじゃなくて、多分誰か他のさ、他の加藤さん。あ、登記簿なんだ。はー。なるほどね。ちょっと待って、開いていいか。あ、これ登記簿だ。はー。え、でもさ、これさ、俺が通報しても意味ねえだろ。だってこの人が通報しなきゃいけないでしょ。加藤なんとかさん、放送には映さない。これちなみにこの住所マジで突していってもうちの親父いねえから、本当に確かめる人は注意した方がいいぞ。他の方、俺がなんて言えばいいんだよ、じゃあ。お前がそいつを探し出せ。すげえ、LINE 来てさ、加藤さんの住所もさらされてますよ、みたいな。なんかでもアカウントは削除されたらしい。しかもさ、なんか、知り合いかな、なんか名前一緒だからさ、知り合いかなと思ったけど、知り合いでもねえんだよな。かわいそう。所有権保有、昭和61年、あ、危ない危ない。本当差し押さえられてる。平成11年に差し押されてる。差し押さえられてる。へぇ、こんな情報、そっか。なんか、違うぜ。ラジジカだからみんなも注意してね。この情報なんか写真とかに載っちゃうと。今後こういうことあり得るから注意しろ。別にそしたらまあそれ実家だよって言うわ。それ実家ですよ、それ言うわ。めんどくせえよ、隠すの。親父に伝達してこれ本当って聞け。ちげえもん、明らかに。詳しくは掲示板みたいなやつ言われる教えてよ。注意しようがねえじゃん、こんなの。注意しようがなくねえか。これ俺一切無関係を主張するからな、本当に。これ姉ちゃんじゃない、ちょっと見てみるか。ちょっと待って、一回消してみるわ。
千葉大学大学院看護学研究看護学部の何さん。これ別に載ってる情報だから読んでいいよな。加藤さんなんていねえぞ。加藤さんがいねえじゃねえかよ。佐藤さんじゃねえかよ、これ。佐藤愛じゃねえかよ。あー、この人が加藤なんとかさん。え、これは別に言っていいのかな。いや、やめよう。なんか飛び火すんのやだ。7年前に卒業してるってことは、今年3、ん?大学院か。あ、まあ、年齢的にはまあ同じぐらいか。いや、自分のせいで特定されてるみたいなんですけどって通報しろ。通報するわ、じゃあ。悪をくじいていこうと思います。やめた方がいいんだよこんなの。結局それを姉貴ってことにしろ。なんかそれって言うとまた語弊、なんかめんどくせえことなんだろう。めんどくせえだろそれ。いいんだよ、俺はこれ本当に俺んちじゃないから、本当気をつけた方がいいよ。めんどくせえぞ絶対。なしすれにまた新しいのさらされてる。なんでさ、千葉の館山に住む加藤さんにそんなにいじめするの。なあ、全員分さらし上げるのか、千葉の館山の加藤さん。そんだけ全員分さらし上げたら、そんなに一人は俺んちだろ。加藤は身長160センチ、家賃を多いに払ってもらってる専門卒。なぜわかった。俺だからシムピーポーやってんだよ。もう一度取り戻したいんだ、人生を、俺は。俺もう一度取り戻してんだよ。ダメか。電子の世界だけでも俺は勝ち組になりたい。電子の世界だけでも。取り戻させてくれ。自分は多分173ぐらい。176だっつってんだろうがよ。頭がでけえから理論があるんだよ。頭身がなんかちっちゃいから。遠くから見ると背低く見えるけど、俺ほんと170かあんだよ。嘘じゃねえんだよ。今度自称176のやつの隣に並ばせろよ。だから緑さんとかさ、顔ちっちゃいから意外とさ、近くで見ると背低いんだよ。あいつ顔だけはちっちゃいから。ポコチンでけえくせに。そういうもんなんだよ。意外と。そういうもんなの。サムさんも176で同じ身長だった。あいつも顔ちっちゃいから、あれだよな。なんか、あいつ、ジトーみてえなんだ。ジトー。キャプツバのあの、ジトー。俺だけなんかさ、どっち断片みてえな投資してんじゃん。あれ、マジやめてほしいわ。顔ちっちゃいやつ正義みたいな、このさ、世の流れやめねえか?脳みそ、お前脳みそ空っぽだな、みたいな。あいつ背でかく見えんだろ。背でかく見えんだろ。顔がちっちゃいんだよ。ほんとに。俺だ、新年みてえな投資に見えるけど、意外と176あんだよ。俺はもうほんと関与しないからな。俺もこれ以降触れないからな。マジで。で、本当に、なんだっけ、当たってる時だけ正解って言うわ。だからもうやめてください。うちの親父の名前、ポロッと言いかける時あるから、俺、放送会ではさ、うちの親父の下の名前で呼び捨ててんのね。お父さんの前ではお父さんって言ってるけど。友達の前ではなんとかって言ってんのね。でも、共通して呼んでる、うちの親父はヤクザみたいな名前してんだよ。ほんと。バレたら言うわ。そしたらもう親しみを込めてよ。みんなもなんか愛してやってくれ。ヤクザみたいな名前してっから。ヤクザみたいな名前してたんだよ。だからいずれバレる時が来たら、だからもうそれでこれだなって分かったらもうそれ触れないでくれ。すげえかっけえ名前してっからな。本当に。おめえらが聞いたことないような名前してっからな。キラキラ、元祖キラキラネームはうちの親父だと思ってるから。でもあれなんだよ。なんかその、ナオコとかってさ、ありきたりな名前じゃん。ナオコとかって。ありきたりな名前じゃん。断蔵とかよ。そっち系の名前してるから。みんなもなんか気をつけるようにね。